はい、どうも小太郎ですっていうわけなんですけどもね、はい、いや今回はですね、また、いつものように、今年で3回目、宮間霧島の方を見にね、棒が続いて、そこからですね、ひじ岳ね、今まで行ったことなかったんですけど、ひじ岳、そこ行ってですね、宮間霧島の花にちょっとねいろいろと見たいと思います。今そんな感じで今からひじ岳で宮間霧島を見に行ってみよう。100座を達成して、100座どこやったんですか。三軍重装して若杉から宝満行って、宝満で100座で、はい、全然効果進まないね、うちで6時半出発だったんで、もうまたね、またね、あ、いいね、ちゃんとカメラ目線くれる、ね、森山さん、マロン、はい、よろしくお願いします、はい、森山さん、ぎっくり腰一昨日ぎっくり腰しまして、はい、もうハンディガンでガンガンマッサージして、はい、それで今朝すごい悪化しました、はい、もう今日は天ヶ池ぐらいまでで引き返すかもわからないです。あ、分かりました、気をつけてくださいね、はいはい、超有名な人に行きますか。これはなんかこういう緑がやっぱり、うん、こっち緑だし、新緑の緑と立原湿原、これ立原湿原ですよ、全部が白川アサシン、アサシンお坊さんやろ、お坊さんやろ、アサシンちゃうアサシンちゃうやろ、これもう大きカメはなるべくやらんようにしてるからな、ほんま大きカメやると、定点やると、後ろの人が忘れてますよって思ってきてることで、あ、それあるらしいですね。ありがとうございますって言うしかないですよ。もうほら、直線とかだと結構自分が切るまで置いとかない。あ、現在地。これなんて休憩所なんですか。森の休憩所で勝手に言ってるだけ。あ、勝手に言ってるだけかよ。森の休憩所や思ったね。森の休憩所まで行きますってことが。勝手に言ってる。もう3回目ぐらいですよこれ。あ、ほんまちょいちょい咲いてるわ。なんか今年は当たり年みたいですね。はい。俺過去2回行ったけど、その中でも今年が一番、虫の被害が少ないっていうところでね、楽しみです。なかなかないぞこんな黒土まみれの山。なんか最近、あ、まあまあ、スイッチ切れた。さっきからもこんなとこばっか撮ってるわ。みんなが踏んでこねくり回してどこでもいいなんてますよ。こけたらなかなか土が目が細かいみたいなんで、水ボンがなかなか汚れが取れないんです。はい、最初にガッと登って後からゆっくり下る感じとなっております。では行ったかも。うまい、もう見えてきました、ピークですよ。それが肘だけ、あ、左側がトップ。あ、ひ、あ、ピンクなってるじゃないですか、めっちゃ。へえ、これかなり大勢感じが良かったんですけどね。はい、すっごいドロドロの中やっと着きました。はい、いやー、あ、多いやん、めっちゃ人多いやん。ええとこなくなってるんちゃうんすか。あの、もう俺らおしゃれゾーン行きましょうか。相手のおしゃれゾーン、あそこ水が溜まるんですよ。あの、そうなんです。牡蠣が悪いんですよ。大変雨降ると全部が刺さらないような気がする。ああ、
じゃあモンベルゾーン行きましょうか。 あそこだと結構あのお話できますよね、モンベルゾーンは、うん、これ全部埋めるぐらいだったら誰が来たら全部埋まるかな、ほんま宮間霧島の時に集まったら集まってくれるかな、ここ上位100人全員、上位100人登録者全部埋まるんちゃう、こうテント、あらゆるトラウチの駐車場全部使わない、ああそうそうそう駐車場があかんわ、もう公共交通機関で来てくださいって言って、なんかお父さん途中に来るあの辺の日本が用意します、テントも入ってこへんよ、あ、しわしわやな。これ、大太郎さん、イベントですか？イベントです。防水タイプの、あ、防水です。トポさんです。トポの、はい。防水です。水入ってこないですか？入ってこないですね。はい。大太郎さん、どこに来てる？あ、もちろん防水。防水ですね。レザーなんですけど。あ、そう、レザーですね。レザーです。なんか、例年に比べて、色が濃いような気がします。はい、トヨさんもね、お宅訪問しまして、ちょっとキャンプ場行きたいと思います。いや、まさか、ここに10万人 YouTuber がいるとは思わなかったです、びっくりですね。いやー、ちょっと、元気出ました。昨日もまあまあ酒飲んで体ぐったりしちゃったんですけどね、ぐったりしながら登ったんですけど、急に元気出てきましたね、というところでね、マサのメンバーも出してんな、申し訳ないというところで、テント、張りたいと思います、今から、はい、でですね、今から肘だけですね、あそこにある宮間霧島、なんか例年よりめっちゃ咲いてるのはめちゃくちゃ分かりますね、ここからやとね、ちょうど行きたいと思います、はい、ちょっとなんかあの、僕の方は今からそうですね、ちょっとサロンメンバー今さっき行ってますんで、また、追いついていきたいと思います。いつもね大仙山こっちの方行ってるんですけど、今回は初めての肘岳登山道、うわすげえな、これあんまりぐちゃぐちゃじゃなかった、あかん、向かねえな、これ強制的に行かなかったね、これあんま見てないねんな、ほんま、ああ、いやな、これ。よいしょ。雨の後やから、なおさらひどいわ。さっき川で靴洗ったばっかりやね。一人一石運動が。登山者の皆様、これより一先、登山道のへこんだところやぬかるんだところに石を運んでください。1、3キロメートルのこのマークの範囲に石を入れてください。なるほど。重たいな、これで行きますか、ちょっと重たいけど、はい、持って 1、3キロ持っていきます、はい、もう一寸先までお願いいたします、もう一寸先、一寸先っていう単位がわからない、一寸先は闇っていうのしか知らんな、来ましたよ、ちょっと遠かったな、ここから先に石を入れてください、すげえぐちゃぐちゃやな、じゃあそれっぽいところに置かせていただきます、あ、よう咲いてますね、ひじ。あの、これひじだけの偽ピークですね。はい、あ、そうですね。あ、よう咲いてるわ。すごいな。年大当たりじゃないですか。大当たりですね。ああ、ここね、ここうどんこしっていうね、変わった名前ですね。はい。着いた。休憩しよう。うん。ここが。ほら。やっぱり。
どこ行くの？マロンが暑すぎてちょっとでも日陰に降りようにしております。ヒージだけあのニセピーク向けて頑張って登ります。上りと下りコースちゃうねんね、ここの。いいな、すれ違い渋滞なくて、はい、うわ、また急な階段、結構厳しそう。無事に、上に上がりました。ニセピーク上がりましたんですよ。すごいな、あれがピークですか？いや、あそこピークです。あ、もうちょっとじゃないですか。いや、これはちょっとね、過去一ですよね。あ、当たり年ですね。3年通いましたけど、ここにこの時期に。すごいすごい、すごいな。これめっちゃ寝落ちあるわ。じゃ、なんかどうせ今年も一緒やねんやろみたいな部分はありましたけど。いや、今年やっぱちょっと違いますね。違いますね。この絵を見たらちょっと違いますね。去年はもうほんと枯れてましたからね。去年も卓球山すごいな思ったけど。卓球山はすごかったけど、うん、これすごいわ。卓球山すごかったですね。先からマロンがここまで登ってえらいえらい言われてますけど、森山さんもえらいって言われてるような感じの高揚感ありません？はい、そのために犬連れてる。ちょっと自分の欲求、承認欲求を満たすために、えらいねえが、俺はマロンの飼い主やぞって言わんばかりに。そのとにかく気持ちがいい。これ違うやんけ、違う、全然違うとこ行くやん。いや、自ら休憩を選ぶね。お前な、自ら休憩選ぶ、えらいやん。風のあるとこパッて行ってな、ここやって言ってきてんな。ちゃんと日陰を探して、ちゃんと日陰を探して、えらいやん。いいもんね、そうですね、虫が一匹も見てない。花畑の中じゃん。わかった、近くにあるトンネル、これ切れますからね、この枝は。体が切れる、服が切れる。いた、山カッタートンネル。はい、出てきた。よいしょ。ありがとうございます。めっちゃ撮影開始。マロン。バテバテ。ご返事です。マッサージがねた方がええんちゃう。マッサージが、ね、マッサージが、ね、あ、もう山頂かな。あ、すごい、着いた山頂や。初めて来た、嬉しいわ。じゃあ一応撮っとく。2時だけ到着しました。1643。楽しそう。じゃあ今からね、映えスポット、カレンダーとかにもなっている映えスポットに行きたいと思います。はい、ワンちゃんだ。あ、こっちか。いや、もうなんか迷路みたいで、ひじだけから下山できないっていう状態になっております。え、やっぱさっきのとこちゃうんですか。ああ、帰ってるやん、ほら帰ってるやん、あっち、あそこの岩のとこです。ああ、あっててん、あっててん、あっててん、これむずいな。近ところまで降りて、あっとってん、それはないもん、これ以上。白い三浦の広島もそうなんですけど、はい、実は、はい、高太郎さんと一緒に下山してます。あ、下山してます。どっちがレアか分からないですけど、いや、こっちでしょ、それ。こっちでしょ。僕にとってはもうこっちの方がレアなんですけど。あ、そんなもんないでしょ。こっちの方がレアでしょ。それ、合わせたら、合わせたら、かき消すじゃないですか、それ。大丈夫ですか、それ。はい。あ、これね。これですね。こんだけしか、あれなんですか。こんだけですね。あ、これ、あれ、これ、取ってヤギちゃんが5万回回ったみたいなんで、とりあえずこれ取ったら5万回回るでしょ、これ。じゃあ、ご利益が。めちゃくちゃ雑い扱いやで、ほんま。あ、すごいですね、でも。あ、ちょっとだけなんですね、毎年ここで。そうですね。あんだけなんですね。いや、でもなんか、混ざってそうな気がしますけどね、あんだけこう大量にやったら。混ざってない。一緒に映ってもらっていいですか。あ、すげえじゃん。白い宮巻島だったすごい。大丈夫ですよ、これ。めちゃくちゃいい絵撮れてます、ね。撮れてます。親和性がないんですよ。あなた、あなた、光太郎の親和性がないんですけど。めちゃくちゃいい絵撮れてます。大丈夫ですか、はい、
あ、はい、いや貴重な湯がちょっと今九州の登山 YouTuber ですか。はい、山下さん、ちょっと待ってください、ね、はい、不応月図があんな遠くに見えますが、あそこにたどり着かないといけません。そういえばあの、この株だけ異様に絨毯状態、うん、すげえ。はい、花も堪能したので今から防月流の方に行ってね、行きたいと思います。今何時やかな、まあまあ、行って何時今か、ああもう2時50分、ああ戻ったら何時やろ、戻ったらまあまあまあ4時ぐらいには、まあまあまあ4時ぐらいには着くんじゃないですかね。はい、っていうとこです。だいぶ地面が乾きました。きっとあれ太陽に当たってですからね、登りと全然ちゃいます。ありがたい。もうここももっとぐちゃぐちゃやった気がするからね。なんか木道に着きました。川木道です。全然面白くないこと言ってました全然面白くないこと言ってたのに着きました。は完全失っとるわダンディは。あー着いた、着いた着いた、あー気持ちいいわ。いやー着いた着いた、あー気持ちよかったな。いやーよかったよかった、よかった、あーほんま行ってよかった、ほんまきれかった、おめでとう。ほんまにあの人たちは、残りのメンバーは、はい、めぐいことになってます、これ。池新さんに、トヨちゃんに、そして大物 YouTuber のダンディがいますよ。言うなよ、やめろ、やめろ、やめろ。すごい、ね、やめろ。ちょっと、うわ、ほん緊張してます。すごいですね。それ、トヨちゃんの。あ、これ、ありがとうございます。はい、今からね、そうそう、売店行ってる途中ですね。途中でいろんな、著者さんとね、お会いしまして、いろいろとね、お話できて、ね、ほんとね、前回の、割と全然ちゃいますよ。大峰奥掛け見てる。あ、まあでもあれを、あれだな。何かで1人か2人ぐらい視聴者さんいましたので、ね、よかったんですけど、ここは人が多いところなんでね、たくさんの方とね、お話できてね、非常に、逆孤独の山ですね。はい。なんで、もうちょっとかな。結構遠いな、自分にね。ちょっともうビール飲みたいなってきたわ、もうさすがに。さすがにね、この景色と、今日ちょっと思い出が、あれやな。深いな、いろいろと。なんかもう2日分ぐらい生きた気がしますね。トヨちゃんがあったりとかですね、三山霧島が綺麗かったりですね、あとまあまあいろいろ、ファッションチェック、あ、じゃあお宅訪問させていただいたりとかですね、なかなか濃厚な一日ですね。はい、それ酒買いましょう。酒コン買って宴会しましょう。みんないい感じでご飯を食べております。じゃあ宴ですね。宴会モードです。はい、普通のトモコ、普通のトモコ、ダンディ登山で、なんと偶然山根さんがいました。山根さん山根さんいました。で、で池新さん、はい、まあ、すごいですね。で、山ちゃんさんも、はい、はい、ありがとうございます。で、トヨちゃんも参加していただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。みんなで楽しく飲みます、今から。はい、あと最後マノンがいます。はい、マノンもいます。はい、というとこれね、なんかいろいろと圧倒的に楽しい宴も終わりながら、今日は、これにて寝たいと思います。はい、じゃあまあそんな感じで、おやすみなさい。はい、はい、おはようございます。はい、みんな朝ごはん食べて、こう帰る準備をしております。急にさっきまで晴れやったのに急に曇ってきましたね。みんな朝がけから帰ってきたのとか、いろんな方がいらっしゃいます。でも、もっとすごいですもんね。はい、ですね、8時半かな、今、今から下山したいと思います。すごいな、この人だかり。マロン人気がすげえな、めっちゃ人気や、有名人森山さんもなんか心なしか嬉しそうですね。いつも嬉しそう。すいません、ありがとうございます。あ、いいですよ。よし、で行きましょう。はい、ね、僕は釣る帰るときね、いつもすごい名残惜しい感じするんですよね。なんか、まあ、ここだけやろな、こんな名残惜しい感じするのね、ほんま。いや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 。
というところでね、また、行った道の来た道のピストンですね、で帰りたいと思います。あ、マップオンしとかなかった。入る。あ、でも綺麗になっていいやん。あ、足綺麗になったやん。この濡れた足で泥。あ、そうか、一緒か。一緒やし。なんか泥ゾーン。水の飲みながら歩いてんねん。飲み放題コース。飲み放題コースやん。本日は飲みの美味しくなかろうだ。ガチル帰る時の寂しくなる原因はこの全体を見渡してね。でも行きのワクワク感もありますからね、うん、これを見て。そうそう、来た時にはあーって感じですね。行きのワクワク感と帰りのなんかこの名残惜しさ感がすごいあるキャンプ場。マネソンさんあれですね、ほんま、あの手ぬぐいすごい、網田手ぬぐいすごいいい感じで、はい、網網見れてますね。こう綺麗に網網にやると結構映えますね。そうですね。ああ、なるほどなるほど、さすがでございます。だいぶ緩やかな、下りになりました。あ、じゃあもうすぐね、この辺になったら長者原に近いというのがだんだんね、何回か回を重ねて下山することで分かってきました。もうちょっとで終わりです。あ、藤原湿原着きました。はい、もうちょっとで、あ、センターですね、ゴールですね。はい、もうちょっとですね。いいですね、立原湿原。夏とかもなんか雰囲気ありそうですね。すごい、すごいね、相変わらず素晴らしい景色となっております。あ、池新さんがイニング取っております。あそこ硫黄岳が見えますね。うん、帰ってきたなって感じするわ、ここ。いつもすごいいい感じの足洗い場じゃないですか、これ。座ったら洗いやすい。めちゃくちゃ裏っかいて、裏っかいて、あとでゆっくりしてください。しまして、そこからいつもの峠の茶屋の、鳥料理ですね、もうあそこはもう間違いがないというところで、行きたいと思います。見て、はい、自撮り5人前しました。すごいね、これはうまいんだよ。また野菜もちゃんとついております。なんで焼き方見事かな。ほら焼けた頃もいいです。あ、なんか適当そんなに。うわ、初めて来れましたよ。地元好きじゃないかできない。一緒やな、めっちゃ。いただきます。はい、これ自体も味はついてる。ついてます。うまい。これ最初入ってくる。でもうまい。これなんて読むんですか。給水系。給水系温泉。着きましたね。体ボロボロやね、なんかしんどいな、体。あのお風呂見た瞬間しんどいな、風呂。はい、お風呂入りました。気持ちよかったな。ここね、水風呂があるんでね、ここ、しっかりとね、筋肉を冷やしてアイシングもできますんでね、おすすめとなっております。給水系温泉ですね、おすすめとなっております。なんか、あ、これめっちゃかっこええやん、ほんま。いやでもこれファッションチェックとかでこんな怪しいおっさん来たらさ、こっちクールにしてる場合じゃないじゃないですか、ほんま。あ、めっちゃ眼鏡かけたらいいんだ。そうか、だいぶイメチェンやね。あの、これオーバーグラスかけられてるじゃないですか、小田さん。なんかすごい素でおって思いますよ。これ普段からかけてもいいの。いいんですよね、飲みに行くとき。でもなんかグラサン外さな失礼なパターンもあるじゃないですか。あれどうしたんですか。目が見えなくなった。そんな嘘つかなかんねん。それだけで。なんでちっちゃい嘘つかなかんねん。はい、グリブス行きましたね。
6万ぐらい使いました。ゼロのつもりだったんですけど。ね、これ買いました。なんだっけ。これね、ソフトシェルのパンツ、アクシーズクイーンエレメンツの。これがね、めちゃくちゃね、良かったので、ね、黄色も買っちゃいました。っていうところですね。あと、サングラスね。オールミル、あ、オールミルス、あ、社長映って大丈夫ですかこれ。はい、映って大丈夫、今動画映って大丈夫ですか。サングラスの、オールミルズさん。オールミルズさん。オールミルズさん。オールミルズさんの、サングラス購入しましたんで、ポップアップやってたみたいなんで、ちょっと購入させていただきました。はい、いや、ありがとうございます。また、よろしくお願いします。はい、6万5千円ぐらい、今日、なんか0円のつもりはここで買い物しましょう。なんか全然買わないって言ってませんでした。買わないって言ってませんね。おばさんいくら、全然、買わんって言ってましたけど、いくら買いましたっけ。本当です。ランジ一緒やないか、俺と。何円か全然、普通のトモコも俺も一緒やないか、お前。めっちゃ買わないって言ってた。もう買わんって言ってんの、ここにいたら買ってまうねん、これほんま。おかしな話やで、ほんまに。っていうところでね、飛行場ちゃいますね。駅に向かいたいと思います。はい。はい、ひいじさんのね、テント泊終わりました。いやー、何しかね、もう思い出がね、多すぎましたね。三山霧島の美しい景色とかですね、豊さんと会ったりとかですね、他に、まあ、ファッションチェックいろいろ撮れたりとかですね、何しか非常にね、思い出の、ありすぎた、登山となりましたね。はい、まあ、3回目にしてね、一番、美しかったんじゃないでしょうか、三山霧島っていうところでね。まあ、孝太郎チャンネルはですね、こんな感じで仲間とワイワイ登りながらね、登山の情報をね、紹介していくチャンネルなんで、もしよろしければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。まあそんな感じで、ほな、さいなら。